い、どうもお楽しみしご飯の時間ですよ。今日はですね、新宿の町田屋さん、あずたっとずっとまた後でちょっとちゃんと映します。新宿の町田屋さん、家系ラーメンのお店です。やってまいりました。味濃いめ、油多め、胡椒を、ご飯に胡椒をかけて海苔で包んで食べる。今日もめちゃめちゃ楽しみです。初めてです、町田さん行ってみます。
美味しかったですね。全然知らなかったんですよ。途中でっていうか、僕が乗っけてたあのチャーシューの塊ゴロゴロしたのが何個もあったでしょ。あれって3時以降、ちょっと僕何時から何時まで分かんないですけど、3時以降ですっていうことは教えていただきました。こうやってね、はいどうぞってくれるんですよ。でそれをラーメンにどん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 ご飯持ち物したから、お花見をどん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 かけれるわけ。ってことはチャーシュー麺にしなくてもよかったんじゃないかっていう、そういうことになってきちゃうんですけども、まあ、チャーシュー麺のチャーシューと、あのサービスでいただけるチャーシューとまた食感も違って、あのよかったんで、もうチャーシュー祭りみたいな、チャーシュー大会みたいなことになっちゃったんですけど、とっても美味しかったです。いつも通り家系ラーメンに来れば濃い麺多め、そしてご飯付き、町田屋さん新宿の、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。